西穂高岳は、長野県松本市と岐阜県高山市にまたがる、標高2909メートルの日田山が脈南部の山である。山域は、中部山岳国立公園に指定され、花の百名山に選定されている。上高地や、東西の方角から眺めると巨石状に、岩漁が連なる山陽が特徴である。無雪期の登山シーズン中に、 新穂高ロープウェイの終点の西穂高口や、上高地からの登山者でにぎわう。西ミノルドッピョウまでは、穂高岳の入門コースとなっているが、西ミノルドッピョウから山頂までは熟達者向きのコース、山頂から奥穂高岳までの区間の岩量は、北アルプスの主要線上では屈指の難コースとなっている。 西穂高岳落雷遭難事故の現場でもあり、今でも、慰霊碑が鎮座し、慰霊登山を含む関係者らを迎えている。従来周辺の山全体が穂高岳と呼ばれていたが、1909年に、槍ヶ岳から穂高岳に初重奏を行った、宇戸の正尾が、穂高岳のそれぞれのピークの山を、北穂高岳、前穂高岳、奥穂高岳、西穂高岳と名付けた。 実際には、西穂高岳は、山域の南西端のピークで、その中で、唯一3000メートルに満たない。山体の西側と南側は、古代山期から、白秋後期の河口岩類である、滝谷河口戦力岩からなる。西稔ピオと、西穂高岳山頂と間の竹周辺には、溶血業海岩が分布し、その北側には、戦力氾岩が分布している。 約4 5トル南西のワリア山は、小竹火山群に含まれる。標高2 3 8 5ルの西穂山総周辺のは、森林限界でその上部は、廃抹帯で、高山植物が自生し、大腸や岩ヒバリが生息している。廃抹の実を捕食する星ガラスが見られることもある。西穂高岳は、花の百名山に選定されていて、 その著者の田中澄江は代表する高山植物として千獣岩碑などを紹介した。登山道周辺では以下のような多くの植物が見られる。最短ルートの新穂高ロープウェイを利用した登山者が多い。上高地、小竹方面からの入山者もある。槍ヶ岳や奥穂高岳の重曹寺に 通過される場合もある。新穂高温泉から西穂平を経由する旧道の利用者は少ない。西ミノれどっぴょうから山頂に向かう際に多くのピークを乗り越えていくため手前に見えるピークを西穂高岳山頂と間違えやすい。山頂には山東三角点と山頂標識が設置されている。上高地側からの西穂高岳登山が道入り口。 残雪期の西保山荘西保高岳から槍ヶ岳への稜線飛田山脈の南部主猟線にあり、その北北西には奥保高岳、南南東には小岳がある。山頂から北西尾根と西尾根が伸び、西保高口から北西には仙石尾根が伸びる。山頂と間の竹との間には赤岩岳があり、山頂と西実る土俵との間にある尖ったピークは、 ピラミッドピークと呼ばれている。西ミノルドッピオと西ミノル山荘の間には丸山があり、西ミノル山荘から南南西約500メートルの位置に絹笠の池がある。以下の源流となる河川は日本海へ流れる。ありがとうございます。